はい、今日はね、ショベルカーが近くにあるからハイテンションでした。はい、よかったね、山本くん。今日のパパ活はまたちょっと別のね、墓地に来てます。造成中みたいで、ほらね、ハイテンション、ほら、よかったね。ね、今日すごくいい天気で秋晴れです。今日お祭りみたいな格好だよね。はい、あ、溝を作ってるのかな、ここはな。すごい、毎日良かったね。広いでしょ、ここは。かなり超ど田舎で、墓地がここにありますね。わーわー言ってる、わーわー。うん、なんですかね、あの、おかげさまで多分日本全国の子育てなかなか難しいね、お父さんがいると思うんですけども、本当はこういうことしたいんだろうなと思いながら、あの、やらせてもらってます。やっぱね、朝お出かけして子供がまだ寝てるうちに出勤して、でお父さん帰ってきたら子供も寝てるじゃないですか。で、一息ついたと思ったらね、もう子供はいつの間にか大きくなっていって、お母さんには懐くけどお父さんは誰みたいな、結構アウェーになっちゃってるところが多いんじゃないかなと。危ないよ、ここは坂道だからね。本当にね、私も40までは独り身でしたけども、あ、危ないね、滑るね、葉っぱでね。山田くん、ここは滑るよ、滑る。危ないよ。いい顔してるの。ん、いろんな思い出ができます。今日は二人で夏祭りみたいな格好でやってきました。滑るよ、危ないよ。片手しか使えないからね、パパもね。お、よく登るね、すごい。よし、登ってきました。好奇心のままに。トカゲとかね、蝶々とかね、カエルが出るんですよね、やっぱりこういうところにいると。あれ、蝶々いる、蝶々いる、蝶々って言うんですよ。蝶々、蝶々、蝶々いるよね。葉っぱ、葉っぱ、葉っぱも言えるね。花、花、花だね。花、葉っぱ、蝶々ね、いろんな言葉が出てくるようになります。こういって一期一会ね、語彙が増えていくのを毎日こうね、体験できるっていうかね、お父さんの立場で感動ですよ、こういうのは。なんかいつの間にかいろんな言葉を覚えていたとかね。どこでそういう風に喋るようになったのかな、じゃなくて、ずっと3ヶ月6ヶ月語りかけていた言葉を話すようになるという。あ、虫だ、虫、ホタルのね、幼虫だ、これは。虫を見つけました。うにょうにょ動いてます。石食べないよ。石をね、食べちゃうんだよね。はい、徐々に分別がつくようになります。言葉を覚えるとしつけが可能になってくるので、もうちょっとしたらね、あの、ダメよっていう言葉もね、教えていかないといけないですね。今のところ何でも好奇心のままにオッケーオッケーで言ってるんですけども、虫、ホタル、ホタルだよ。ここホタルがいるね。ホタルがいます。ホタルの生息地だ。水場が、と、あ、そこにあるの、水場。田んぼが近くですからね。こう下が全部田んぼですよ。今収穫してるところなんですけども、すごい土地が広い。最近ね、私山をちょっとね、買おうかなと思ってるんですよ。山を買ってね、開いてよ。あそこの山とかいいですね。ん？じゃあ一旦ちょっと閉じます、パパ活。今日はね、大和くんとまたお散歩に来てますけどね、いろんな小動物に触れて、小さな虫とかお花とかに触れて、豊かな日々過ごしてます。皆さんありがとうございます。